無料通信アプリ、LINE で女子中学生を威圧し、問題となった大阪維新の会の山本慶、大阪府議会議員、34歳、が14日、記者会見し、同会府議団からの序断処分に、不服を申し立てたことを明らかにした。会見で、府議を辞めるつもりはない、キモいなどといった批判は感受できない、と主張した山本氏だが、世間が注目する LINE についての説明に、 事実とと違うとの声が上が上った山本氏は会見で「LINE を使ったいじめが起きている」「実際どういったものか情報収集することが LINE を始めたきっかけ」と説明「男子中学生たちをグループから退会させたとされる件については男子生徒ばかり退会させていたわけではない乱暴な言葉を使った生徒をやめさせたら女性の上へとの方が大きくなった」などと釈明した。 これに真っ向から反論するのが、刀市内の公立中学校に通う中学3年の女子生徒 A さん、15歳。同志は山本市の出身地で、9月の市長選手出馬を検討しているところでもある。この A さんは昨年10月、中学の部活仲間らと共に訪れた地元の祭りで山本市と知り合った山本さんは女子生徒にばかり LINE の ID が書かれた名刺を配ってました。 iPad を持っていて自分の LINE の中身を見せてきたんですが、中学生がメンバーのグループが複数あったんです。近くにある4つの公立中学校でグループを作っていたみたい。その中には山本慶太応援隊という名称のグループもありました。A さんは女子生徒約15人と山本市で LINE のグループトークをストとさせたが、中身は会見で出た LINE じめ実態の把握とはとても思えないものだった。 最初の頃、山本さんが送ってきたメッセージは、今、家に帰ってきた、とか、夜中に、誰か起きてる、やった、起きてた、と言った内容。完全に楽しんでる感じでした。男女平等に参加していたとする発言にも、他のグループは知りませんが、私たちのグループは、最初から全員女子、グループの中の誰かが、男子を、遠くに招待すると、山本さんは、即、退会させてました。 理由を聞くと、以前、男子に荒らされたことがあるからだ、って、と証言する。その関係に、亀裂が入ったのは、山本氏が事務所で行われたという、お茶会、に誘ってきたことがきっかけだった。この集まりについて山本氏は、私の発案ではない、生徒側が行ってみたいと言ったから、と発言し、さらに、お茶会には、男女半々が参加していた、としたが、 A さんの話とは明らかに食い違っていた。山本さんが私たちをお茶会に誘ってきた。その時、以前に行われた会の写真をアップしてきたんですが、写っているのは女子生徒ばかり。しかも、女の子は顔を取られるのを嫌がるように、手で隠してました。そんな写真をラインに載せるなんて、って、私たちみんな引き始めたんです。A さんを含むメンバー全員が、部活を理由に、お茶会の誘いを断ると。 山本氏の気候はエスカレートしたという。二回くらい誘いを断ったら、ご祝償様です。ってメッセージが来たんです。私は、ご祝償様って亡くなった人に使う言葉じゃないですか。って送信しました。しばらくしたら、山本さんが、イェイ、って送ってきて。山本さんは、イェイの返還ミスしただけ。って言ってたんですけど、それを三度くらい送ってきたんですよ。私が、何か恨みがあるんですかって聞いたら、 そんなんじゃない。って逆切れしてきました。30代の代の男が女子中学生に送るメッセージとしてはあまりにも幼稚だが、トークグループには山本氏が作ったルールがあったとも言われる。参加者ははじめに自己紹介と学校名を名乗らなければならないんです。自己紹介がなかったりするとすぐ退会させてました。なんかおかしいんじゃないですか。って指摘した子も退会させてました。人を集めて 山本不義との間で、こういうことがあった、気をつけてください、と説明会が行われたという、会見内容を覆す証言に、山本氏は反論できるのか。